2015年2月19日中国メディアの新華網は爆竹が PM2.5 濃度上昇に与える影響について伝える記事を掲載した新華網は3つの小さな爆竹を30立方メートルの実験室内で鳴らすと PM2.5 の濃度は1立方メートルあたり1230マイクログラムになるこれは 測定上限である1立方メートル当たり500マイクログラムの2.46倍であり一つの爆竹を鳴らすと10立方メートル以内が測定上限を超えることを意味していると伝えたこのニュースが中国版ツイッターウェイボーで伝えられると中国のネットユーザーからは反発のコメントが多く寄せられた前はこんなにひどくはなかったのにな数千年にわたって 毎年爆竹を鳴らしているのに大気汚染になるなんて聞いたことがなかったぞ5,000年も爆竹を鳴らしてきたのに今になって大気汚染になるのかいつになったら工場から排出される毒ガスの汚染度がどれほどなのか計算されるのですか爆竹が大気汚染の原因になるのは確かだが1年に1日だけのことだ企業による汚染こそ根本原因だろう 汚染の原因を爆竹だけのせいにするな。言いたいことがあるなら工場の排ガスの PM2.5 濃度を公表しろまあ爆竹は旧正月の時だけのことですから364日のスモッグと1日のスモッグを比較する意味があるのだろうか旧正月のスモッグは中国人が喜んで作り出しているのだからいいんじゃないか